ジョーチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。ジョーチャンネルです。今回は高校サッカー選手権、本日、抽選会ということでですね、全国の抽選が行われます。今年は本当すごくて、初出場がね、6校もいるから、それと常連校だったね、高校が各地の予選で負けてると。静岡学園、あとは群馬、前橋、育英、予選で敗退と。何が起きるかわからないのがサッカーだし、ここにかける思いというのがね、ありますから、どんな抽選になるのか。で、通年であれば、キャプテンと監督と、来て、それでこう、各自抽選をしていくんですけども、まあその時の緊張感のね、もう空気がパーンと張り詰めて、で、何々高校って言って呼ばれてね、行って、くじ引くんだけど、この辺の緊張感はすごかったんだけど、実は今回、まあコロナ禍なので、リモート抽選というのを行うということで、まあ日本テレビのね、メンバー話聞きましたけども、不安でしょうがないと。各局ね、まあいろんなところを繋ぎながら中継でやるっていうんで、密にならないとかね。まあでも画面越しからも多分ね、相当緊張してたり、僕も抽選来ましたけど、この高校と当たりたくねえなとかね。あ、やっぱあるんですね。あるある。一回戦そのブロックに入りたくねえなとかね。絶対あると思うんで。今年の選手はかわいそうで、インターハイも中止だったしね。だからやっぱり全国のこうそういう対戦っていうのがなかなかできない。まあ今年1年だったから、もう一発ぶつけ本番でっていうことで、何かドラマも起きるかもしれないしね。今解説者という立場で、なんかこことここ当たったら面白いなとか、そういう感じで見てるんですか？もう基本的にはね、やっぱりその時のやっぱり気持ちが思い出させられるから、俺も緊張しちゃうけどね、なんかね。まあ、あとはやはりこう今解説をさせてもらってるんで、やっぱりどことどこの対戦が面白いとか、でもやっぱり高校サッカーって本当にここが最後、3年生にとっては最後の大会だから、だからいろんな思いをやっぱり取材したりとか、いろんなこう人が絡んでこの大会が進んでるっていうのを裏方も知ってるから、楽しみでもあるけど、なんかねドキドキしてるところはあるよね。選手の家族だったり、家族のまたね親だったりとか、ね、兄弟だったりとか、もういろんな人が本当関わってこの選手権期待してると思うし、しかも各都道県の代表でしょ、だから敗れたチームの選手の思いだったり、その保護者の思いとか、応援する思いとかっていうのも全て背負わなきゃいけない選手権だから、僕たちも取材してると、まあそのテレビでね見てて、自分のね、まあおばあちゃんに一回ね、俺昔聞いたことがあるんだけど、出た選手のね、そしたらやっぱ孫がその画面の中に映って一生懸命プレーしてて、で孫の名前を呼んでくれて、いいプレーがあったって言ってもらっただけでもう幸せだとかね、いろんなそういう裏の事情がやっぱあるから、だから俺まあ本当にそういうのも勉強しながら、やっぱりできるだけ選手の名前を呼んであげようとかね、やっぱりそこで本当にこうやっぱり勝ち負けがつくから、そこで終わる、1回戦で終わることもあるし、だけどやっぱり思い出に残るやっぱり大会にね、俺たち作る方もしなきゃいけないって思いがあるからさ、まあ実はやっぱりその裏を知れば知るほどすごく責任も感じるし、すごいやっぱりこうどう伝えようかなとかね、いろんなことを実況のアナウンサーと話しながらね、打ち合わせして初めて解説ができるから、まあそのあたりもね、まあ今回多分初めて喋るからこういうことはね、だからやっぱりそういう裏方の思いを乗せて解説をしてるっていうのをね、見てほしいなと思いますね、まあでもどの高校にとっても結局チャンスはあるからね、全国取れる、本当にサッカーって一番スポーツの中で大逆転が起こるスポーツって言われてるから、どんなドラマが生まれるのかね、今年はね、本当楽しみだなと思いますね。じゃあ間もなく会場入りとなりますんで、最後あの抽選会前の意気込みを、はい、そうですね、やっぱりね、本当近づくにつれてやっぱ緊張するんで、本当ね、俺もね、だからまあ本当にこういい緊張感の中でね、どういう対戦が生まれるのかとか、まあ、あとはやっぱりこうその高校をね見ながら、でまた終わったらね、一回こうちょっと注目カードとか、もしそういうのがあればぜひちょっと私のね、形で伝えたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、ということで今抽選会が終わりました。今回もちょっと目白押しだっていう感じだね。予選から結構なカードが揃ったなっていう印象ですね。見たら楽しいなって思うのが東福岡ね、
対神奈川県代表激突するという、これはね本当決勝でもふさわしいぐらいのカードだから、ここは本当第一注目かな。青森山田、広島宮地とね、これもね結構青森山田は盤石の体勢は取ってくるだろうけど、やっぱり経験値が高いからここは意外に食われたりする可能性もあるからね、初戦ね、ちょっとどうなるか楽しみですね。あとは俺がね注目してるのが、初出場でね福島代表学校石川と、初出場の創成館ね、長崎だけど、まあ、長崎も激戦を戦って創成館が掴んで、福島もなんで俺石川かっていうと、大震災があった年から実は俺ね福島の石川にね行ってるんですよ、うん、そこでね、放射線だとかいろんな問題があって、子供たちがなかなかね外に出れないとか、なんか出たがらないとかっていうところで、まあ、サッカーを通じて子供たちにより良いね、もっとやっぱ運動しようってことで、その子供たちがもう多分第1期生とかがもう高校生に多分なってるぐらいなんで、ここのメンバーにいてくれたらいいなっていうのとね、逆にその石川のところの高校が出るっていうなんか思いっていうかね、なんかその地元感っていうかね、そういうのすっごい応援してるんで、まあぜひ皆さんもね注目してみてもらえたらいいかなと思います。あとはまあそうだな、やっぱり強いのは埼玉翔平、あとは市船、この辺りはやっぱり本当埼玉は激戦だし、千葉も激戦でしょ、激戦区だから、ここで勝ち上がって、そう毎年期待するんだよね市船とかね、うん、僕の後輩の敷田とかっていうのもね、ジェフ時代の後輩ですけども、彼もまあコーチに関わったりとかしてる学校だったんで、そうやっぱりこう名門校なんだけど本体が出てくるとなかなか調子が出ないっていうねのが結構あるので、近年ね、だからそろそろ行ってほしいなって思いもありますね。本当にどの高校もチャンスはあるから乗ったら勝ちなんだよね、初戦で一気に勢いついてバーッと行っちゃうっていうね、そういうのもあるから。富山第一ね、優勝した年に、実は県予選の決勝戦を喋りに行って、全然良くなかったの、ロングボールだけ入れてで攻撃するみたいなパターンで、なかなか難しい、だから全国は難しいだろうなって放送で言ったんだよね。でもっと力をつけて全国に、ね、来てほしいなっていう話をしたら、その年いきなりポポポーンと乗って優勝しちゃって、初優勝してねあのジョーさんちょっと謝罪をした方がいいんじゃないですかっつってねでも本当まあやっぱり分かんない、もう最近になって本当拮抗してきてるし、乗ったチームが勝つんじゃないかなと思うから、みんなもぜひねちょっと代表校全部揃った段階でね、まあ熊本と神奈川もう放送される時は出ると思いますけども、出た中でここ推しやとかね、ここを応援するとか、ここ優勝候補だっていうのもぜひねちょっとみんなでちょっといろいろ集ってみてね、選手権優勝校が決まるのかっていうのを一緒に見ていただきたいなと思いますね、うん。ブロック分けとしては結構バランス良くなりましたかね。でも特に C だね、はい、C はちょっと激戦、そうですよね、神村学園がいたりとかね、うん、まあいろいろやっぱり強豪校が揃ってるから、うん、C は本当激戦区、うん、D は俺意外にやっぱ青森山田抜けてる感じがしてて、うん、なんかうまいこといきそうな気がするね。青森山田はやっぱりじゃあ初戦ですよね、まあ初戦だね、はい、広島南と対戦してそこでしっかりと解消ガッチリ解消できれば、うん、多分盤石だ。神奈川と東福岡、まあ、優勝してもおかしくない両校が1回戦で戦って、うん、勝った場合っていうのは結構勢いに乗る可能性あるんですか。あのね、潰し合いっていうのは一番体力使うしね、はい、一番精神的にもきついんですよ。で勝ったら乗れると思うんだけど、それだけ多分拮抗したゲームになるから、うん、そうするとやっぱり体力的にもすごく消耗するね、うん、だからなかなかいきなりそこで激突して上に行くっていうのは難しい、うんと思う俺はね、うん、いきなり東福岡と神奈川県代表だったら本当に死闘になると思うね、うん。リモートでの抽選会、うん、どうでしたか。まあだから会場のこうざわつきとかいろんなのをいつも感じるものはなかったけども、新しいことだし、そうまた今後につながるんじゃないかなと思うよね。リモートはリモートでまあ良かったかなって気がしますね、うん、大きなトラブルもなかったからね、まあ、抽選が終わって約1ヶ月半あるからいろんな策を練ってくるだろうし、うん、今の指導者は本当に勉強してるから、人は吹かせてやろうっていうねチームも絶対出てくるんで、う
ちょっとどのチームが優勝するかわからない、ね、ちょっと注目ですね。またちょっと次回予想立てましょうか、はい、どこが優勝、そうです ね優勝校スタッフもね、はい、踏まえてちょっとやって、はい、僕が当たらなかったら、まあ、皆さんに何かプレゼントって、お、うん、いいですね。ちなみに去年は当たったんですか？去年も当たってない去年も当たってなかった、ね、まあ、青森山田にしたんだけどね、あ、まあ、静岡学園が本当、はい、激闘でね、死闘を繰り広げて勝ったら、まあ王者にふさわしかったけどね、まあ今年は当てます、はい、はい、頑張ります、お願いします。マネージャーのね、今回、本田美優ちゃんが選ばれて、毎年恒例のマネージャーリフティングみたいな感じで、多分アスリート魂に火がついたのか、新記録を更新するために練習するって言ってたんで、ちょっとコツを教えてくださいみたいなね、話をしたんで、助けできるようにちょっと頑張っていきたいと思います。そこもまた見てください。全く焦らないでやってくださいね。はい、頑張ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。